脱毛企画16回目スタートです。なぜでしょう。よし、はい、1回目1回目え赤のどこ、あの、端っこ、え、うん、でも、あの、一発目が一番の気がして、なるほど、あの、痛いなぁ、でも大丈夫。あ、顎とかどうすか。マビキされてます。おぉ、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 ほら痛い、ねぇ、あー怖い、そこ怖い、そこ怖い、じらしじらしじらし、怖い。もみもみいけるけど、もみいけます、いけてます。もみいい感じ、最大出力です。嘘、ほんと、いや全然いける。いやー、いつもの体なんでね、ほんまにマークの顔やばいやばい。これからも行きますのでよろしくお願いします。18回目お願いします。じゃあ顎から行きますね、一発目、はい、うん、いける、いける、もう一皮抜けた顎、ね、いける、優勝したんやから。あ、うん、そこね、そこね、あ、寝泣いてるんですよ、やっぱり。あ、うわ、話した久々に痛かった。あー、うん、よし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 、うん、あーお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 ー、久々の感覚、久々の、じゃあダブルパンチですね。はい、ダブルパンチでいきましょう。あー、2種類の光を同時打ち、はい、おぉ、こっからプラズマが見えるぐらい、ああ。よっしゃ、岡田さん、よいしょ。あ、ちょっと待って、なに、変態感する忘れた、普通にヒゲが潰しちゃった。ちゃんと気づけやった。ちょっと待ってください、ほんまちょっとやってもうた。なんで、というわけでここね、バチコンまた打ったんで、次回もよろしくお願いします。はい、ヒゲ大きなので帽子でカバー。ここにね、あの2種類の光をバチンと打ったんですけども、消えてるでしょ。もともとここまでヒゲあったんですけど、消えてます。最高。はい、脱毛企画19回目。一発目。一発目、顎からいきます。顎から、はい。はい。うん。いけた。いける。いけた。あー、でもちょっと待って。強め？あ、割れてる。そりゃそうでしょうね、まだ。強めにしてもらうとね、これは。うん、うん、あ、これね、はい、今で段階で言うとマックスから前回よりかは一歩進んでます。おー、でもまだマックスじゃない、マックスではないですね。あー、そうなんや。ここね、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 あー、うわ、あー、うん、うん、うん、よし、よし、おい、綺麗になんか教科書通りのなくなり方、あ、へー、だから真ん中絶対どこに書いてる。わー、お疲れ様でした。よいしょ、はい、よいしょ、終わり。よし、じゃあいよいよ、はい、次回は20回そうですね、もしかしたら折り返せるかもということなんで、はい、またお願いします。お願いします。先生、はい、あ、変態マン、変態ウーマン、変態ウーマン、あ、ご真ん中からいきます。はい、一発目、ちょっと待って、うわー、バレたバレたって言ったよ言いましたね、言っちゃったな、言っちゃったな、言っちゃいました。いや、でも頑張ろう。おい、いけます、うん多分いかない、うん、うん、あ、懐かしいですね、この感じ、うん、そうか、そうか、そこ、S-O-K-O、 そこ、そこ、あー、そこ、そこ、あー、ば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 、
ましょう。15分ぐらい、続きよろしくお願いします。21回目スタート。顎からいきます。顎から。え、なんか違うぞ、いつも全然痛くない。ここね。うん、痛みはあるけど。あるけど。あるけど、いける。顎の皮はあれですよね、メリット出るのかってぐらい。いや、ほんまにしつこい。あ、え、終わり？終わりっすよ。早っ。めっちゃ早いですよね。というわけで、通常の照射回数よりちょい増しで、ちょい増し、バリ早で修行。14分で回数重ねてくれば一瞬で済むんで、ぜひ皆さんやってみましょう。というわけで次回お願いします。お願いします。佐田さん、22回目でしょうか。朝一からお願いします。はい、はい、やりましょう。はい、一発目。はい、朝一。朝一どうですか。いける。いける。全然いけた。あ、キワね。顎キワ。ここやね。ここですね。このやっぱね、両端のこの顎のシワのあたり。ここっすね。唇裏が本当に静か。あ、やっぱ、いや、びっくりした。というわけで、やっぱまだまだこの口がね、これこれ。ここが痛いんですけど、頑張っていこうと思います。お願いします。はい、まだまだパワーあげるんで。あ、怖っ。はい、先生、はい、23回目です。つらい。いや、でもヒゲないし、めっちゃ毛なってます。いや、いや、もう完全ヒゲだけで印象めっちゃ変わってます。変わりますよね。やりやみんな。やりや、やりや、忘れてた、そこやらかしてる。ほんまにやりやみんな。やりや、やりやってのもおかしいけど、やった方がいいかもね。いや、本当に、あの、強制ではないですけど。そうそうそう、あの、やった方がいい。もう、こんだけ僕はもうここまで分かりやすく実感してるから。テンション上がりますよね。そうそうそう。あ、怖っ。なんか急に。うん。おー、いけるいける。いけるいける。やる。おや。ここここ。いや。あ。お。いけるいける。お疲れ様でした。でしょー。まだまだやっていきます。よろしくお願いします。ね、この24回目。お願いします。お願いします。あ、ここから。いける。お、口の裏がね、しつこい。お、そこやね。そこだけ。ここ数回は特に変わりはないんですが、ヒゲの生えてくる速度が遅くなったので、25回目以降もお願いします。お願いします。ビューティー。25回目です。お願いします。やってないですか、家で。やりました、ダブルで。マジで、はい、え、家庭用とダブルでやるのは OK? おぉ、期間さえ守ったらいけるんですよ。なるほど。今これ2週、3週に1点のペースで来てて、で、家庭用はどれぐらいのペースで。1ヶ月ぐらい。あ、月1でいい。あ、月1でいいですよ。はい、おかずめ。いきます。うん、いける。うん、あ、痛いな。痛いな。口下いった。びっくりした。いった。やっぱ即、やっぱ疲れが出てるぞ。出てるぞ。めっちゃ痛い。バー、久しぶり。ほんまに久々にこれ、こんな声出してる。でもな、吹いたい。そうですよね、吹いてる。バー、あっ、ついた。バー、こっちゃいい。疲れてます。疲れてる、めっちゃ疲れてる。うん、はや、お疲れ。唇のここがめちゃめちゃ痛かったですけど、お疲れですね。おっ、マジでやらしていきたいと思います。お願いします。おい、2022年ラスト、ラストお願いします。お願いします。ラスト、うん、いける。いけるんですよね。すごい。いけた。なんか間引きされたら、うん、今まで面で熱かったのが点で痛いって言われる。ほんまにそういう感じしましてる。しましてる。しましてる。しましたとしてる。そこや。え、あ、いけるわ。ファビュラスな匂いですね。ルイ・ヴィトン。あ、ルイ・ヴィトン、ファビュラス。ファビュラスでしょ。超ファビュラス。このファビュラス。8なんだ。なになに、香水だけで。香水、ルイ・ヴィトンの香水だけで8万円買ったんですか。8万円。どうしたんですか。100ミリリットルで8万円するんですか。やばいでしょ。ただの水に。いや、そうだね。ただ、ちょっとファビュラスな。お疲れ様でした。いい
受賞。お疲れさん。強めの光。でももう本当にほぼほぼ痛くなくなってきたんで、面じゃなくて点で痛い。それ発見、浅くなる発見。というわけで来年もよろしくお願いします。お願いします。良いお年を。良いお年を。